リーグ FA カップの再試合ルールを来季から廃止決定。速報、イングランドサッカー協会は来季以降の FA カップの第1ラウンドの再試合は行わないと正式に発表した。出展エミレーツ FA カップ。世の中には良い変更と悪い変更があるけど、これは相当良い変更。再試合は選手の負担を大きくさせるだけだし、やっと変わりましたな。とはいえ、再試合なくなったプラス全試合週末開催ということで、慣れるまでに時間はかかりそう。実際やってみたら何かしら不都合が起きるパターンもありそうですね。PL がミッドウィークになって FA が週末になるだけだろうから、まあそこまでだよな。世界最古のフットボールコンペティションの意地と CL 決勝より受けてたあの時代を取り戻したいのかな。伝統の再試合制がなくなるのは悲しいけど、選手のこと考えたら全然良い変更。一発勝負感出ていいと思う。ミッドウィークの試合が減るのはいいな。てか再試合なんてもともといらなかっただろ。あとはカラバオのセカンドレグを消せば OK。 なんならカラバオいらん。ついに廃止になったか。遅すぎる。あとはカップ戦も一つでいいのよ。カラバオいらないよ。ようやくか。FA カップとカラバオカップ統合してほしいわ。